ケイはアーサー・王伝説等に登場する伝説の人物で、円卓の騎士の一人、エクトル教の子でアーサー・王の義理の兄にあたる。他に、カイ、カイウス、カ、クートも。マビノゲオンでは、ベディビアと共に、超人張りな特技を披露し、キルフとオルウェンでは、巨人ウルナッハのもとに単身乗り込み、基地でもって、ウルナッハを打ち取った。最後は、 グービザグに殺されるが、アーサー王が仇を討つ。トーマス・マロリーのアーサー王の死においては、アーサー王の義兄にして、中心として描かれている。この物語において、ケイは、アーサーの入兄弟として育ち、万世節の日に騎士となる。ある日の馬上や理試合において、ケイは剣を負ってしまい、代わりの剣を弟であるアーサーに取りに行かせる。 アーサーは家に戻り剣を探すが見つからなかったため、代わりに大聖堂前の石に刺さっていた剣を抜いて持ってくる。この出来事がきっかけでアーサーは、自身がユーサーペンドラゴンの息子であるということを証明し、神王の資格を有することを知る。アーサー王が即位した後、ケイは市中長に任命される。その後、アーサー王にベディビアと弔われて、モンさん、 ミッシェルの巨人を討伐するなどの活躍を見せる。景況の最後には、諸説あり、ローマ軍との戦いで戦死したりするものがあるが、カムランの戦いで果てたのが通説となっている。後世の文献では、景況の性格には、同化的で愉快な性格が見られるようになる。例えば、ハルトマンフォーンが上のイーベインでは、景は、ケノンに話を求め、ケノンが、 自分の体験した泉での不思議な出来事を語る。その話を聞いたイは、そんな話は嘘だろう。と嫌味を言うが、そのあまりの口の悪さに、王妃グイネビアは K を叱責する。一方で、フランスの聖杯の三文物語、ペルレスボでは、アーサーの息子、ロホルトを殺害し、島々のブリアンと共に、アーサーに反旗を翻す不義の神として描かれている。 イギリスの作家テレンス・ハンベリー・ホワイトによる永遠の王や王様の権利も景況は登場する。特に校舎では主人公はアートとの差を強調させるために無責任で少し間抜けな男として描かれている。日本のテレビアニメモエロ・アーサー白馬の王子においては子供の頃から無鉄砲なアーサーのサポート役として登場。 アーサー王伝説のケイトは違い気真面目で優しい、お兄さんという性格を有している。ありがとうございます。